ちゃんとやってますか？去年までのこたつで寝正月のあなたしか見たことがないから、そちらのご両親に失礼なことをしていないか心配です。まあ今に始まった心配じゃないけどね。春にはこっちにも顔を出せるのかしら。待ってるよ、特にお父さんが。追伸だから、お父さんにもメールしてあげなさいよ。ドコモ。